めっちゃ時間かかっちゃった。ハート結婚してありがとう。よいしょ。うん、寝落ちしちゃった。疲れてたよね。お疲れ様だ。こんばんは。こんばんは。前髪よかった、いい感じ。リナさんこんばんは。すごい、あ、いつもとカメラの位置違うか。もしかしてちょっと充電しながらでさ、あの充電コードね、あの長いやつが使えなくなっちゃったから、ちょっと距離が短くてカメラの位置がいつもと違いますが、かわいいよね。ありがとう。守りたいこの笑顔、ありがとう。スカイさんありがとうございます。こんばんは。嬉しい、可愛いでございますか。ありがとうございます。レグルさんありがとう。キスありがとう。疲れ様です。え、ね、金曜日じゃん今日ね。嬉しい。なんか私はあんまり曜日関係ない人だけどさ、お仕事柄でもなんか金曜日っていうそのもう特別感があるからいいよね。なっちゃんこんばんは。クロスライブでイコノイジョイさんの現場初めてお邪魔したけど、ゆかちゃん可愛すぎました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございますね。嬉しい、たくさんね楽しんでいただけたかな。どうだろう。ありがとうございます。しらっちさんキースありがとう。ヨミさんおししかかたんありがとう。あ、スイパラぜひ見てください。私もちょっとまだ見れてないけど、ぜひ見てください。こんばんは。うわすごい、お手紙いっぱい。ヤマハスタジアムさんで初めてニアジョイちゃんたち生で見れるのを楽しみにします。嬉しい。そうなんです、続きの告知できてなくて、あの今日出しますね、ツイッターの方では。ありがとうございます。そっかそっか。楽しみ。お、抹茶ラテ。あ、リプで見たよ。リガ生きがい、ありがとう、しんさん。ありがとう。お、宇治？いいね。明日は土曜日？いろいろお店も開いてそう。抹茶パフェめっちゃ美味しかったから、ぜひ食べてってください。今日のご飯は、チキン食べましたね。チキンを食べたよ。お、抹茶にハマってきてください。ぜひぜひ。ゆうかちゃんのグッズ買っちゃった？嬉しい、ありがとうございます。やった、ありがとう。体育館ディスコのね期間もなんか美女とかいろいろあれだと思うけど、ぜひいろんなグッズゲットしてください。嬉しい、ありがとう。そう、静岡ね爽やかがあるよねって皆さん結構リプでね言ってくださってたよね。爽やかなハンバーグも食べたいね、私も。
今日前髪はなんか巻きすぎちゃった。ドライヤーでこうやって抑えたんだけど、ちょっと抑えきれずでしたね。一旦テスト。おお、お疲れ様。すごい、もうテストを乗り越えたっていうことだけで偉すぎるよ。爽やか。デミグラス派というより、なんかあれね、以前ツイッターの X の方で投稿したんだけど、あれ人生2回目で、実は1回オニオンのソースを食べたことがあったから、次はデミグラスを食べてみようと思って、デミグラスを頼んだんだけど、あの結構リプとかで、あのオニオン推しだよみたいな方が多くてびっくりした。前髪ありがとう。御殿場店に行ったかな私は。ど真ん中正面で全身ゆうかちゃんでいるので、見つけてもらえると嬉しいです。頑張って見つけます。嬉しい、私視力はいいからね、任せてください。どれぐらい待っただろう、2時間くらいかな。そんな多分混んでる時期じゃなかったのかな。夜食べたよ。そう、すごい、車でね私は行ったんだけど、あの車のナンバー、いろんなね車のナンバーを見ると、あのいろんな県とか都道府県でびっくりした。おおみたいな。結構あの福岡ナンバーはあったかなかったかちょっと忘れちゃったけど、あの近くの山口とかのあのねところもあったから、うわ同じあれだねみたいな同じ道通ってきたんだなとか勝手にね、そんなことを考えながらね、私も福岡の時に行ったので、車でね。はたおさん、はじめまして、よろしくお願いします。嬉しい。おお、下がりすぎた。キャーキャーキャー、間がいいんだ、間がいいのよ。ね、久しぶり、ありがとう。対バンで髪こして村山田撮られた。あ、見たよ村山田の写真。嬉しい、ありがとう。見ました、保存したよ。わあすごい、来月お誕生日おめでたい。すごいね、双子の弟、双子の弟。あ、なるほどね、すごいすごい。ぜひ来月ね教えてください、配信でね、お祝いできたらいいな。おめでとうございます。え、保存してるよ、保存してますよ。みつきとのツーショット、みつきが投稿してくれてたよ、見てますか。村山田優みつき、あ、もう確かに意外とその3人でってなるとまた撮ったことないのかもね。オッケー、クロスライブ楽しかった、ありがとうございます。嬉しい、距離で見ると可愛い、ありがとうございます、よかった、嬉しいね。可愛すぎて、あれ、お熱お大事ね、ゆっくり休んでください。わあ嬉しい、ありがとうございます。岡崎いいね、本当に素敵な街で、もう本当に住みたいねってみんなで話してた。すごいホテルもね素敵です。
ありがとうございます。見てくださって、ニヤジョイをしてくださってありがとうございます。嬉しい。誕生日、あ、お誕生日知ってた、ありがとう、来てくれて。12時過ぎた時ね、見たおめでたい、いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサツキキューさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします、おめでとう。そう、ツイッターあの X で見てて、今日は配信来てくださるかなって思ってた。仕事終わらないかと思ってた。あー、そっかそっか、お仕事もお疲れ様です、お疲れ様、おめでたい、すごい、お誕生日の日もお仕事頑張ってて偉すぎる、お疲れ様ですはるかさん、全猫が好きこんばんは、はじめまして。クロスライブで初めてニヤジョイちゃんを見てきて、ゆかちゃんの歌い方、うわー嬉しい、歌い方ありがとう、歌とかね褒めていただけるのとっても嬉しいですね村山田推しになりそう、うわー嬉しい、村山田推しで、じゃあそうだね、ももか、ももかに一声もしかしたらなるかもだけどゆっちやばいって言ってた、嬉しい、やばいって、やったね、やばやば、わわわ、ハートありがとう。そう、キムユメをね、そう、あの披露させていただいたんですよ、ニヤジョイの楽曲、あのニュージョイの対バンのブロックのところで緊張した緊張したというより、なんだろうな、なんかあのいき、うん、なんかそう、まさかねさせていただけるって思っていなかったから、セトリ見た時びっくりしました体育館ですか、ありがとうございます。好きなパートとかあるのかな、ね、嬉しかったよー村山田推し、村山田で好きでいてください。嬉しかった、嬉しかったっていう言葉が嬉しかった赤ペンラー、ありがとう、嬉しいよ本当にね、皆さん温かい声がとても嬉しかったです。イヤモニ越しからも聞こえましたし、煽りもねさせていただいて、いるんですけど嬉しいなっていつも噛みしめてます去年のね、そう去年もねさせていただいて、本当にあんなにもさ大きなステージでさこう立たせていただけるって本当に当たり前じゃないなということを噛みしめながら歌ってました、ありがとう、ありがとうございます。モッピーさん結婚してありがとう、嬉しい、ありがとうディスコの2番のゆかちゃんのパート、あ、テクカンがフィーバー、あの瞬間だけはステージから見る景色が体育館だと思いながら歌ってた体育館だ思いながら歌ってました。またくるね、ありがとう、また待ってます赤ペンラ嬉しい、いっぱいフリフリしてくれて、結構ね、いろんな場所に行ってたから、上も下も下手もどっちも行けたので、
見渡せたかなって思ってます。じゅんさんかな、はじめまして、よろしくお願いします。岡崎すごく楽しかったです。すごい、あの岡崎のその YouTube で思ったのが、本当に皆さん人が本当にお優しくて、もう本当に温かい方ばかりで、すごいね、楽しませていただきました。さつききゅうさんありがとう、欲しい、ありがとう。おお、ファンクラブありがとう、ありがとう。ちょうどこの間ブログがね投稿されたところですから、ぜひ見てください。ゆうかちゃんのニックネームゆうかがね公式なんだよね。そう、なんかこれと言ってなくて、好きな感じで呼んでいただけると嬉しいです。ありがとう。あら、配信ありがとう、来てくれて嬉しい。2日連続だ、ありがとう、嬉しいよ、楽しかった。そう、ヨミさんありがとう、 I love you、 ありがとう。そう、福岡県出身、二十歳のゆうかこと村山ゆうかです。ウェールでミルモデフォンコラボが販売されるんだけど、欲しいよね、欲しいなと思って、そう見てます。もうね、目星はつけている。ハートありがとう。本当？ブログね、次のブログは何ヶ月後かな。ブログ今回写真多い気がする、写真多め、私のあのフリーブログ写真多め。なんか毎回旅行のこと書いてる気がする、なんだかんだ。動画見てすごい美味しそうでした、嬉しい、ありがとうございますね。本当にね、そのカフェとさ、あのコラボをねこうさせていただける、本当になんか夢のようです、今でも夢のよう。あら、今日誕生日なのです、おめでたい。まなかさん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアまなかさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、おめでとう、いつもありがとうございます、これからもよろしくお願いします、おめでとう。おめでとうございますね、同じ日だ、本当だ、花束もハートもありがとう、同じ日、すごい、お二方もいらっしゃって。確かにお誕生日の方ね、やっぱ毎日誰かの誕生日だなって思う、配信してると。ありがとう、かわいい、嬉しい、かわいい単体でありがとう。ねえ、確かにこの前5名いらっしゃった、いつだっけな、昨日一昨日その前ぐらい、ちょっとかな。ゆうかちゃんのこと気になってるから、今後何かイベント申し込もうかな。わあ、ありがとうございます、嬉しい。この間ね、オンライン個別お話し会と対面とツーショットの受付があったんだけど、多分またいつだろう、次いつなのかな、なるかわかんないけど、また多分受付あると思うので、またなんだ告知しますね、待ってます、ぜひぜひ。
ね、そう、100万回再生めちゃめちゃ嬉しい。100万回も私体育館がフィーバーって言っているんだと思って対面おすすめありがとう、嬉しい、おすすめしてくれてめっちゃ嬉しい。申し込んじゃおうかな。わあ、ぜひぜひ。日にちとかもね、10月になるから直接お会いできるイベントは、そうそうそう、まだ先の予定わかんないよって方もいらっしゃるよね。この前髪この巻きすぎて、これどうしちゃう、どうしよう、すごくない、どうしよう巻きすぎてこれ真ん中がすごいすごい短くなっちゃったんだけど、あ、すごくない、なんか定まらない、ずっと前が触っちゃって申し訳ない。一回ピッて決めたいよね、こうこう、ちょっと押さえとけばいいのか、そう、真ん中だけ短くなっちゃう、ちょっと一旦押さえるマキマキ、そう、巻き今日髪巻いてみた、でもちょっと夜巻きな感じです、あんまり触ると多分取れちゃう、めっちゃ緩く巻いたから眩しいみたいな、部屋の電気で眩しいよ、ね、めっちゃ、あ、ほらだいぶくなった。これさ、もうあの物理的にこう画角をこう下げてさ、こう前髪を隠すっていう、ちょっと隠れすぎちょっとあげた方がいいか。今日暑くない？ずるい、ずるだった。今日暑いよね。なんか私今日もエアコン入れてるんだけどさ、暑い。今日暑いよね。本当に夏すぎる。夏じゃないのに夏すぎる。そうめんとか食べたくなる時期じゃない、もう、そう、もう半袖、私も半袖の方がお洋服なんかなんだかんだでいろんな系統持ってて、今日は何の服を着ようかなって配信前にいつもなってる。にゅうめんいいね、にゅうめん美味しいよね。あら、エアコン壊れてるのまずいぞ、まずいじょ、えまずいぞまずいぞわあ嬉しい、私も早く顔をねいっぱい見て、いっぱいみんなの顔を覚えたい、そしてライブであの顔と名前を一致できるようになりたい鯛のだし塩でうどん食べた、めっちゃいいやん、だし塩美味しいよね。私もだし塩うちにあってさ、もう何でもかけちゃう、卵かけご飯とかそれで食べるのめっちゃ美味しいよ。そう、一旦さ、ケープをかければいいという結論に至らない、これもしかして一旦ケープをかけます、この6でするとどうなってることか分かんなくて怖い、あ、でも割と、まあもう気にしない、もう気にしない、気にしない、気にしたらもうあれだ、キリがない、黒、そうだよ黒、ずっと気になっちゃう、もう私が気になってたら皆さんも気になるよね、私は気にしないようにすればどうってことないんだ。確かに昨日と分け目違う、日々違うんだよね。目に入ったの取れたよ。さあ、私福岡なの。なんかさ、最近さ、福岡のなんか福岡のやつがいろいろおすすめに出てきてさ、福岡は今すごいんですみたいな、発展がすごいんですみたいなのすごいめっちゃ出てきてさ、なんか嬉しいっていう
今本当ここ1日2日の感じ。なんかあれなんだってね、あのビルビッグバンがなんか福岡ビッグバン天神ビッグバンなんかそういうのプロジェクトがどうだろうこうだろうですごい今年ビルが完成しますみたいならしくて、私が福岡行った時はすごい工事中だったから、ずっと何でも工事中で、あの中学校の時とかに行ってたあのなんだ福岡市のビルとかが全部なくなって、ああないないないみたいな、ここ行ってたなーとかっていう感じだったけど、早いね。そう考えるとさ、なんか建物って建つのめっちゃ早くない？どのぐらいのペースで、うん、年に1回はまあ確実に今帰ってて、年に何回だろう、2回ぐらい帰ってる気がする、なんだかんだで。そのあもっと帰ってるかな。まあね、まだね何年目とかでもないから2年目なので、そうやっとこの間2年って感じだから、東京いてまだまだだけど。福岡ねめっちゃいいよ。そうそうそうね、ビルがねいろいろ完成したり、だから私ね半年に1回まあその平均的に半年に1回ぐらい福岡帰るときにさ、あの知らないビルができてたり、あのビルがなくなってたりみたいな、いろいろ変わってる。おお野球、おおペイペイドーム、あ今名前変わってるのか分かんない、ちょっと私思いつけてない。原明さんありがとう、お手紙。スペースワールドはずいぶん前になくなったんですよ。みずほペイペイドーム、そうなんだ、知らなかった、ね、いつかドームでもライブしたいなね、新しいビルとね、そう本当になんか新しい建物とか新しいものの匂いって私めっちゃ好きなの。だからよくあの家電屋さんとかに行って、あの親がなんかいろいろ見てる時ね、私だけこうちょっと一人なんか「ちょっとあっち行ってくるね」とか言って冷蔵庫をガンって開けて、「はあこれはこのこんな作りなのね」とか「この冷蔵庫は」とかのね、全部新しいものの匂いをね嗅いでた。東京ドーム行きたいね。東京ドーム、東京ドーム私行ったことないの、中に入ったことなくて、そう東京ドームその外観はあるけど、ないの中に。だからあの私東京ドームってさ、なんかそのドームの部分がなんだろう、その私福岡のドームは結構もうなんかもうすごい頑丈な屋根って感じだけど、なんか東京ドームってこう風船みたいな感じなんですっけね。だからなんかあの出る時にこう風圧がすごいみたいな、そうあれねしたことないのよ、あれ経験したことなくて、そうどんな感じなんだろうって憧れ、そうそうなの、飛ばされるんでしょ。いつかニャンジョイが東京ドームでライブするときに皆さんを飛ばしたい、意味わかんない、皆さんを飛ばせるくらいに大きくなるね、ニャンジョイも東京ドームで飛ばせるようにみんなで飛ぼうね、どんな感じなんだろう、ふなんかねすごいよね。飛ばせるね、みんな飛ばしちゃう。すごい、だから東京ドームならではなのかなって思って、福岡のドームは行ったことあるけどね。それはさ場所によってとかじゃなくて、もう本当にもうどこから出てももう絶対風出ちゃうよみたいな感じなのかな。ね。慣れると、そうなのか。いつか慣れよう。
いつか宮城のドームのライブで、もう風なんて慣れたもんよってしたいわね。わあ嬉しい、君夢ね、歌いたいね。今だけね。確かに東京ドームって煽るのめっちゃかっこいい。今日も君の夢を見たんだという楽曲をセンターでね歌わさせていただいてます。クロスライブでね、そうそう披露したんですよね、築地に。おお、私築地も行ったことない、東京で。築地も行ってみたい。よくね、あの築地食べ歩き何銭みたいなのね動画で見てるの。そう、浅草はありますよ。そう、築地とかさ、もう海鮮私めちゃめちゃ好きなのね。だからさ絶対楽しめると思ってるんだけど、行ったことない。なんか付近には行ったり、その通過とかはなんかたまにあるのよ。おうみたいな、築地だと思って、どうなってんだなーってどうなってんだなーって思う。そうそう、マグロのさ巻き寿司すごい有名だよね。なんかさ動画で見てもすごい大きそうだなって思うけど、実際見たらもっと大きく見えるんだろうなと思って、気になるところいっぱい。あとね、なんかだし巻き卵、卵焼きか、卵焼きも食べてみたいし、もつ煮込みみたいなのもあるわけじゃないですか、あるらしいじゃないですか。それもすごく気になる。そう、豊洲でお寿司いいね。なんかさ私東京ってさ、なんかもう何もかもがこう平均的にこう物価がこう高いのかなって思ってたけど、あの東京はさ東京でさ、その豊洲とか築地とかあるからさ、なんか私スーパーに行ってる時のお母さんと電話してたのよ。今日お魚食べようかなとか言って、おいくらで売ってるよとか、そういう会話をよくしてるんだけどね。え、安いね東京って言ってた。そのそう、東京も安いねって、物によるけどね。確かにそのなんかそのスーパーの会話をお母さんとしてて、こっちまるまるでいくらするよとか言われると、えっすごいみたいな、東京でいくらで売ってるよとか多分言う時もあるんだけど、その海鮮に関してはなんか正直なんかそうそうそう、なんだろうな、うん、あんまり家庭的、うん、そうなんかそういう会話ばっかりしちゃってるね。確かに福岡の方が高いのかな、どうなんだろう、ものによると思う。主婦だよ。今日はあの写真ね撮ったけど、なんかそんなに見栄えが良くなくて、あの投稿するかすごい迷ってるんだけど、あのパッタイっていうタイの焼きそばのようなものを作りました。なんかちょっと前にお友達とそのタイ料理屋さんに行った時に、お友達がそのパッタイを頼んでたのね。でちょっともらったらめちゃめちゃ美味しくて、味がすごく好きで、そうだからあの今日お家で作りました。確かにリコ好きそう。私リコのあれで
リコがカオマンガイすごい好きって言ってたから食べてみてハマった人だからね。そう、そうパッタイキット、私もねキットそういうなんかあのそういうキットがあって、タレと麺はまあ付属でついてるやつがあったから、まあ、お野菜とお肉とか炒めて、そうそうそう、パッタイはねなんかねチリソースでと、なんかまあ他にもいろんな調味料入ってると思うんだけど、基本なんかチリソースを絡めたお米でできた麺だから、ちょっともちもちした麺、ちょっと平麺フォーみたいな麺で食べるっていう感じです。もちもちしてて美味しかった、味がめっちゃ好き。美味しかったよ。結構簡単に作れた。そのね、一から麺とかさやってるわけじゃないからね、味付けがなんだかんだ肝心みたいなところあるから、そうそうエスニック系だね。ぜひぜひ作ってみてください。美味しかったよ。運命的な出会いをしたからね、これは買うべきだと思って、そのパッタイをその初めて食べた時に美味しいと思って思ってたのね。でその日の、その日その帰りにスーパー寄ったらもうパッタイキットがあったから、もうこれはもう買うべきだと思って買っちゃいました。運命でした。いつもさ行ってるスーパーでそんな見かけたことないのに目に入ったんだよ。これは運命だと思うよね。フォーもね、なんか給食で出てたのしか食べたことないかも。フォーはお店では、あー一回だけあったや、一回だけあるけど、そうフォーとカオマンガイが基本メニューにあるからカオマンガイを選んじゃうの私は。そう給食で出たんだよね、なんかなんか、そうそうそう、フォーってなんだーとか食べてた。見つけてくる。そうフォー、フォー結構優しい味じゃない？なんかこうスープが、おぜひぜひタイ料理屋さん、なんかエスニック好きだからさ結構なんか好きだったら好きだと思う。そうフォーは優しい味がするからいいよね。エスニック、そうなんかねパクチー餃子がめっちゃ美味しいっていうのをね聞いてさ、私すごいしてみたいんだよね。どうやって食べるんですかって聞いたら、餃子普通にあって、そのタレともうパクチーをちっちゃく普通に切ってもう一緒に食べるってだけらしくて、まあいろんなね方法あると思うけど、そうそれお家でもできるよってね。パクチー餃子って美味しそうじゃない？その餃子って割と味濃いじゃん。だから味濃いのとそのなんだパクチーの感じが美味しそうだなーって思って、気になるけどまだ食べてない。パクチー好きじゃないと難しいかもだけど、ハマったらね分かる。私今日パッタイさちゃんと1人前を食べてさハマってさ、私ハマるとほんと2日3日同じの食べちゃうっていう癖があるから、うん、またなんか明日も食べちゃいそう。私のブームはほんと3日4日続いて一時食べなくなっての
の繰り返しなのでささあってさあそうなのさ違う毎日パッタイ、そう毎日違うパッタイを食べてみたり、パンはねそうあんま食べなくなったかも。好きなんだけど、あの私のあの体質的に小麦があんまり向いてないというか得意としないみたいで、結構あのいろんなところに支障が出るんだよね小麦食べると。アレルギーとかじゃないんだけど、だからあんま食べないかも。食べてない。白米も好きなので、白米が美味しいと思ったらやっぱ美味しいから、その自分に洗脳じゃないけど全然白米も好きなので、まあ、米粉パンとかもあるけどね。あの歯止めが効かなくなるの、パンとお寿司は。あの私の好きな食べ物ツートップなんだけど、多分あ抹茶はまたあるからツートップとか言ったら分かんないけど、もうパンはそう本当に好きなの、お寿司と並ぶぐらい好きなんだけど、あの歯止め効かなくなるランキングも結構 なので、あのいっぱい食べちゃうね。でお寿司はあの自分の中で良しとしてて、そのタンパク質と、まあ、糖質と、まあ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 って思ってるんだけど、パンはねあのすごいいっぱい食べちゃうの本当に、まあ、そうそう、まあまあまあって感じなんだけど、パンは言えばお菓子みたいなさ分野に なりかねないし、難しいよね。そう小麦ね、そうそうそう、私もね小麦を食べるとすぐ肌に出てしまう。はもう分かりやすい。私なんかちょっと前にさあのピザを食べたんですって言ったの時があったじゃないですか。あなたすぐも肌に出ました。あこれ昨日のピザだーって思いながら、これ昨日のピザって思いながらね治ったけど、そう肌、そう肌に出るかな。ゆうかちゃん初めて見に来ましたってありがとうございます。りかさんありがとう、よろしくお願いします。菓子パンも惣菜パンも好き、シンプルなパンも好き。そうめっちゃいちごフラペチーノ美味しかった。なんかねあのいろんな口コミはね私も検索済みですよ。美味しいらしいね。アレルギーじゃないけどね全然そう白米もね好きですよ。そう同じくらい好きだけどねめっちゃミルクティーも美味しかったですよって、それねお友達にねあの誘われたの、飲み行かないって。そう飲みたい。学割とかさなんか高校生の時よく行ってたなって思って、学割ですごい300円台でさタピオカ飲めるの、そう激アツ、びっくりしたそういうね意味じゃないよ、飲みたいねって話してて、あお酒じゃない、普通にタピオカです。あと最近ね私のハマってるちょっとプチブーム来そうだなっていうのはあのコーヒーゼリーです。コーヒーゼリー美味しいと思ってちょっとハマりそう。フレンチトーストいいよね。あ違う全然フレンチトーストじゃなかった、厚切りトースト2枚、すごい幸せ、いいな。そうコーヒーゼリー、そう私の新ブーム、パッタイとコーヒーゼリーです。コーヒーゼリーのなんかさ
喫茶店とかに行くとさあるじゃんメニューで。そうだけど今まで本当になんかあんまりそっちに興味を持ったことがなくて、全然なんか違うメニューとか頼んでたんだけど、ちょっと美味しいかもって思っています。うん、コーヒーゼリーハマってた。そうだからハマったらなんか気になることあったらすぐ検索をかけちゃう人なのね。だから現在地からそのコーヒーゼリーあるカフェとかですぐ調べて行こうとしたけど、なんかうまく検索できなかった。私すごい検索するのよ、何でも検索しちゃうの。一日に最低でも5回ぐらいはなんか検索してるかも。なんかしちゃうんだよね、そういうあれがあります。キキコーヒーゼリー、おおすごい。それはどこどこのコーヒーゼリーみたいな感じなのかな。コーヒーの種類ってことか。お抹茶スイーツいいね、おいしいよね抹茶も。本当に世の中抹茶で溢れてるので追いつけないけど、なかなかいっぱいあって嬉しい。そう、私もね多分がね溜まっちゃうタイプ。なんかさ、私サファリで検索してるんだけどね、サファリってあれ500個までしかタブが作れないのよ。私この間消したと思ったのに、もう私390ぐらいまで溜まってて、これやばいこれやばいって思ってる。もうすぐ500いっぱいになっちゃう。そう500をめっちゃ、そう500も溜まるのにって感じだよね。おバイト疲れさん、同じの、あそれもちろんめっちゃ同じのばっかりあるよ。同じのばっかりだけどね、基本こっちにもあるみたいな。ご飯屋さんとかさ行くって決まったら、そこのなんかどういうお店だろうっていうのも私事前調べめっちゃ好きなの。お店とか食べ物屋さんは特になんか事前調べめちゃめちゃするのね私って。だから今度友達とそのどこどこ行こうみたいになったら、その一つのサイトじゃないのよ、もういろんないろんなところを調べるの。その調べてどんどんその楽しみをこう自分でこう高めていくっていうのをよくしてる。そうメニュー見たり、そうメニュー見たり、そのなんか食べてみたのその感想を言ってるその動画とかを見たり、それを YouTube とか Twitter とかでも調べるし、普通にそのサファリでも調べるし、そうそういうのめちゃめちゃ、そう Vlog とかを見るし、あと YouTube もそのそれこそスイパラさんにそのミルモでポンのコラボのスイパラさんにこの間行ったんですけど、その時もそのもちろんミルモでポンのグッズとかそういうのも調べるし、スイパラ食べ放題みたいな動画とかもめっちゃ見るの。メニューも何回も見たし、あと YouTube で、検索をかけてその一番再生数が多いものからこうだんだん出てくるじゃないですか、おすすめみたいな感じで。そうそれを見た上でフィルター、検索フィルターにこう押して最新のとかを見るの。最新のとかだったらほんと1週間前とかに行った方の動画とか上がってるから、そういうのとかもめっちゃ見る。で今のフェアのを知りたいのよとかも言いながら、そう今のフェアの何どんな感じなのか気になると思ってめっちゃ調べ。しげちさんありがとうリップ。旅行の計画はねなんだかんだ立てないかも、行き当たりばったり。でも検索はめっちゃする。なんかそれこそこの間京都のに旅行行ったサファリめっちゃ閉じた。
めちゃめちゃあったノープランですよ。一人旅もなんだろう、その前の日の夜に宇治に行こうって思って、宇治で何しようって調べてたら、そのなんだろう、食べ物系だと日清そばとか出たり、あ、抹茶のパフェここ美味しそうとか、あとなんかあの平等院王道あるから、あそこ行きたいなとか思って、とりあえず腹ごしらえしてから、あ、なんかそのね目的地までこう歩きながら、なんかいいあればよるしみたいな、あったら寄り道するしみたいな感じで、私は旅行は満喫しましたよ。そう、うん、私の検索履歴なんだろう、髪型とかめっちゃ調べてるかも。次何の髪型しようかなとかも結構あるし、なんだろうな、食べ物多いかな食べ物ばっかり、めっちゃ食べ物、食べ物のカロリーとかでも調べてる。先月、おお、めっちゃ綺麗だった、すごい、もうずっといたな、楽しかった。そう、一人旅はね、あの最近初めて行ったぐらいなんだけど、すごい楽しいなって思ったので、またしたいなと思ってます。イクリンさん、初めまして、ありがとうそう、体育館ディスコの髪型好き、めっちゃ嬉しい、やったー、ありがとうございます。体育館ディスコの髪型どうしようかなって結構思ってて、考えて、結構それまでポニーテールをしてたから、ちょっとまた雰囲気変えてみたいなっていうので、じゃあおろしかと思って、おろしでも私多分完全におろすと、多分なんかそのいろんなところに支障が出ちゃうかなと思って、私的な感覚で、私ダンスなんかすごい動いちゃうから、すごい髪の毛なっちゃいそうだなとかいろいろ考えた上で、何かの時にこうやって横に流してんのよ、お、こういう髪型もあるなと思って、あ、そういえばマイカさんしてらっしゃったなって、あの子コンプレックスの時に、あ、私今髪割ともう伸びてきたしできるかなって思ってやってみましたそうだから私はあのマイカさんのような髪型イメージですって言いました。そう、私もねやってみたい髪型ができてすごく嬉しいです大人っぽくなるよね、確かに下ろすとね そう、いや全然お話は全然ですよまあ、ね、多分そこまで多分髪長くなかったけど私はそうカップリングもね発売日まで1ヶ月切ってますしねそうね、そう、この上位ね決まりましたし、先輩方とも待ち時間というか、一部と昼と夜公演の間か間でね、ももきゅんさんとねお話しさせていただきましたそう、確かに YouTube ね楽しみだよね。ね、今年どんな感じになるんだろう、私も楽しみで、もう想像が膨らむよね、
髪カチカチ。髪ね、いつかは染めたいけど何色が似合うんだろうって思って、私最近あの髪色をさ、あららら、髪色をさ変えれるあのフィルターみたいなのあるじゃん、スマホのなんかアプリのなんか機能で、それであのいろいろね見てみたりしてるが分かりません。ちげじさんありがとう。いろいろ試したな、ピンクとかさ可愛いなってめっちゃ思う。アッシュね、確かにアッシュグレーとかグレージュいいね。そう、髪色をさちょっとさ明るくするだけでも印象って全然違うなって思ってるのよ、メンバー見る限り。そう、インナーから、そう、わかる、わかるってか、そう、私もインナーからしてみたい。そう、みんな印象違うからみんな似合っててすごいと思って。多分どれでも好きで嬉しい、優しすぎ、ありがとう。竹美穂さん、はじめまして、よろしくお願いします。ね、ブルーブラックめっちゃ可愛いよね。ブルーブラック、私がさ割とブルーベー目だから、なんか黒だったら肌が逆に白く見えるのかなとか、なんか何色だったら肌が白く見えるんだろうって思って。そうね、ブルーブラック、ブルーブラックおしゃれだよね、なんか光に当たった時にめっちゃ可愛いと思う。アイスグレージュ、アイスグレージュ、グレージュ、グレージュね、確かにグレージュ可愛いなってめっちゃ思う。もうさ可愛い色ばっかりだよね、もうなんかさ結構印象変わるじゃない、ドキドキするで。うん、ピンクもね気になるし、さややんさんとか結構髪色を変えてらっしゃるイメージなのね、私の中で。でもすごいなんかこう全部似合ってらっしゃるのはもう大前提なんですけど、なんかこう同じ系統ってわけでもないじゃないですか、結構色の幅があるというか、めっちゃ明るかったりちょっと暗めだったりみたいなのもあるから、あこんなにもやっぱ色のバリエーションってあるんだってすごいそれ思ってて。今の髪型もありがとう、嬉しいね、嬉しいよ。そう、印象変わっちゃうからね。ピンクもね、赤、赤どうだろう、どんな感じ、赤、赤どんな感じ、赤の私イメージつかない、自分で青い系の服をさ着るからっていうのもあるけど、ペンラカラー赤なのに赤のイメージつかない。うん、確かに美月は赤ピンク系だよね、確かに。まいこさん光に当たった時めちゃめちゃあの色変わるよね、なんか光の当たり方でさ全然違うなって思う。まいこさんめちゃめちゃ似合ってらっしゃったね。あそうなんだ、紫入れると、おおそういうことか、色落ちとかもねいいよね。今
この辺ね、表面私もう傷んでるからさ、結構顔周りが特に一番熱当てるから、そうかも茶色く見えるかな。ブリーチしないで青入れたらどんな感じになるのかな、どんな感じなんだろう。青系かなとは思っている。暗めの青系かピンクか、ピンクしてみたいけどピンクの想像つかないんだよな私ブルベです。青系をカラー剤に混ぜてもらうと、あ、そんなことがあるのか。確かに何系を入れるかによってね。わあ、いつかね染めてみたいね。金髪、金髪想像つかない。金髪どんな感じなんだろう、どう一番想像つかないかも。金髪、金髪、ブリーチしないと、ああそういうことか。でも透明感出るのめっちゃいいな。透明感出したい、透明感欲しい。私みんなみたいに透明感欲しい、うん、あら、ありがとうねえ、髪の毛もね、私何もしてなくてもさ結構傷んでるからさ、髪染めたら結構傷んじゃうかなとか、うん、想像つかないよね。透明すぎてる本当映ってない、それはそれで困る、うんね、みんな見てよ、見えてる、見てよ透明なの？もうすでに。じゃあ私が今どんなことをしても見えてないってこと？見えてない？見えてない、見えてないのか物理的に、いや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 、いましたよ私今私いましたよ今なんだこの茶番なんだこの茶番はって感じだよね。ありがとう、私のこのおちゃらけに付き合ってくれて私ってさ、なんかオチのない話とかするの、オチのないことばっかしちゃうんだよねって思いながらいつも後先考えずに喋っちゃう。お水飲んだ。トーク力？脱線ばっかりじゃない？ふわふわしちゃうね。うまいねみんな。演技がいいね。確かに演技がいいのかもじゃあ。本当？みんな推しに甘いよ。前拾ってくれたコメント、何の話題だろう、何の話題の時かな。嬉しい、いっぱい喋っちゃうからね。お話し会、わあありがとう、いっぱい語ろうよ。
話し会ね、私話途切れる自信ない。うん、合ってる日本語。はい、話を途切れる自信ないです、皆さん。そうもうぜずーっと続いちゃうと思う。ではももかで、そうだね、話したね、覚えてるよ、配信間際のね、終わり間際ね、時間足らなくなっちゃうよね。なんかさ、序盤はさ緊張してても多分緊張ほぐれてくると思うのね。ドッジボール先生、当て合いっこ、何話すのよ、怖いよ、何話すのよ。話すテンポ嬉しい、なんか結構話すテンポ好きって言ってくださること多くて嬉しいです。なんかテンポに関しては私あんま、そのなんだろう、何の話をしようとかは考えたりするけど、そのテンポに関してはあんま考えたことなかったからすごく嬉しいです。私はね、なんだろう、自分の知らないことを知るのが好き。例えば皆さんのご職業とか、まあ、例えば話ね、これ例えばですよ、ご職業とか、知らない世界なのね、私にとっては。だからすごいもう「何何?」ってどんな感じなのってすごい興味湧くし、まあ、そう、例えばそんな感じの。お仕事に限らず、そういろいろね、なんか知らない世界ばっかりだから興味が湧きます。そう、私のことなんていいんですよじゃないんですよ、私はみんなのことをどんどん知りたいの。そのね、やっぱそのなんだろうな、そういう会話の中で皆さん個々のなんか、まあ、キャラというかのを知っていけるから、それでね、だんだんこう皆さんがこう、この方はこういう方だとか、そういうのが詳しくなっていけて、よりなんか皆さんのこと知れるなって思う。覚える、どんどん覚えられる。だから皆さんの趣味とかね、聞くの好きだよ。そう、趣味とかほんと人さまざまじゃって、なんだ、なんかちょっと言葉がおかしい、人それぞれじゃないですか。そうだから、そういうのも聞くのめっちゃ好き。そう、海が好きなんだとかさ、逆に山が好きなんだとかさ、海が好きなんだだったら聞くこともう10個以上出てくるし、山が好きなんだでも10個以上出てくるし、のも1個ポンってね、何かのきっかけがあったら、私もう そこに関しての何々引き出しがもういっぱいあるから、いっぱい聞いちゃうかも。そう、喋れるよ。質問、私からの質問、嬉しい、よかった。天才虫、いや、あげすぎあげすぎ、何も出てこんよ。あげすぎ。ありがとう。趣味の話、嬉しい、知りたい、ぜひ教えてください。サイコロタークとかもね、あるよね。ナポリタンとハンバーグ一緒に出てきたんですよ。あ、いいよ、気になる、何何って聞きたい。いいね、オンラインとかでもぜひ聞かせてください。そう、私が一つそのこのなんだ、結構言えば脱線が私がすごい多いから、
ちょっと心配というかって思ってるのは、皆さんが話したかった話を遮っちゃってないかなって、せっかくのさ作ってくださったさ貴重なお時間さ、私のこの「あんさ」とかでさ、なんだろう、遮っちゃって伝えたいこともしかしたら伝えられなかったってなっちゃってないかなとか思っちゃったりもするので、もしねあれだったら、私初めはちゃんと静かなのでヤッホーからの初手は私結構静かというか聞くモードにも全然いつでもなれるので、こんな感じだけどちゃんと聞くモードにはなれるから、もしねあったらぜひどんなスピード感でも大丈夫なので伝えていただける。遮っちゃうの申し訳なくなっちゃうよ、ごめん、いいよいいよいいよってお互いが「あっ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 」ってよくなるね、よくなっちゃう。だからね、第一に私が思ってるのはやっぱ皆さんをまずは遮らないようにはしていますので、そう。受け入れ体制はバッチシですよ。最初はうんうんって聞いてるイメージもある。そう、うんうんって聞いてたりもするし、その中で皆さんのさ、そのやっぱ人それぞれだからさ、それはなんだろう、皆さんの話をこう、この方はある方は、この方は私は聞くっていう時もあるし、この方は私がいっぱい質問するっていう時もあるし、それはもう本当人それぞれだから、そういうのをだんだんこう知っていけるなっていうのはありますよね。そう、だから人違うかも、ある意味皆さんによって。ある意味ね、そう。あら嬉しい、行ってみたくなったで、ありがとう。いっぱい話尽きないから。それはね、それにはね自信があるよ。そう。だからパタイだって。パッタイだって。急なパッタイ。申し込みは、あ、来週の水曜日。お、また1週間、もう1週間以上あれか、もう過ぎてるんだ。もう日にちが経つのが早くてびっくりする、本当にびっくりしちゃうんだけど、もう金曜日だよ。え、この間、昨日一昨日までさライブしてたのにさ、もう2日も経ったのって感じなんだけど、びっくりじゃない？話聞いてる時本当よかった。確かにいつも聞いてくれるよね、嬉しい。そう、明日はあゆみんと2人ジョイドン、ジョイドンじゃない、失礼いたしました、2人ジョイラジです。そう、ラジ、ね、本当に多分皆さん想像つかないと思うの、2人の会話ってどんな感じだろうって。たまにさツーショットとかもさあげてるけど、あんまさ私とあゆみんのさなんか会話事情って言ったことないから、その2人でいる時ってどういう感じなのかっていうのを知れると思う。めっちゃ楽しかった、本当に。そう。
人とね、よく話すよ。会話のイメージ、なんかね、急に全然何の関連性もない話とかをよくするなっていうのはあゆみんかも。あ、もったい、なんかもう今絶対こう、もう全然関係ないよねっていう感じの話はあゆみんが多いかな。そう、方言はあんま出ないですよ。もうメンバーと話す時あんまり方言出ないです。あゆみんもまあ方言出ないからね。そう、あとありがとう、タコさんありがとう、はらきさん。そう、まあゆみん自体が結構そのジャンルのジャンルがこう全然違うね、質問とかをいろいろしてくれるから、そう、私もそんな感じになってる。話しやすいよあゆみんは。めっちゃ楽しかったから、お楽しみに。方言ね、そう、私さ、そのラジオの時にさ、方言出るのかなって思ってたけど、あんまり出てないんじゃないかなって。もう分かんない、その自然と方言って出るものだから、あんま意識してないから何とも言えないけど、意外と出なかったのかなってなんだかんだで思っている。福岡のみゆさんありがとうございます、よろしくお願いします。あゆみんはね、本当にナチュラルに言ってるから、たまに「はあ」って「方言言ってる」って思うけど、そのナチュラルすぎて、そのなんて言ってたかも、いつ何の言葉でどう言ってたかもすぐ忘れちゃうぐらいな、本当にナチュラル、急に博多弁みたいな感じかな。そう。そう、ゴミにね、そう、本当にだから全然どこだろうってなんか結構ポイントポイントであるんですよ、けど分かんない、分かんなくなる。私も自分でどこが博多弁、どこを博多弁でいつも言ってるか分かんない。家族と話す時とか、福岡のこと話すくらいかな。そう、東京に来て出会った人はあんまり博多弁じゃないかなって感じはしています。一番好きな博多弁、一番好きな博多弁、何も考えたことないな、博多弁。出てこず。出てこずです。うんうん、そう、あゆみんは何週連続、今次で4週連続ぐらいらしい。そう、収録の時にね、前回もだったからって言ってた。何しよう。何しようはめっちゃ言うかも、確かに。なんとかなんとか、なんとかやん、なんとかやんって言ったら関西弁だねってよく言われる。関西弁でも確かにあるけど、福岡もね、なんとかやんって言うんだよね。雪の絵文字、雪さんよろしくお願いします。うんうん、何しようととかは寝ますね。何あるととか、私はめっちゃとって言います。なんかさ、いろんな、その同じ方言でもそのいろんな言い方あるから、
何しとるんとかもあったり、何しようととかもあるし、そう、何しようなんかしようとと何しようととかなんかちょっと違かったりもする。そう、なんかあのでも私はとう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 めっちゃ言ってる。たまに出ちゃう方言が。確かに私も関西メンバー、関西メンバーはなんか基本関西メンバー同士で喋ってる時はなんかすごい方言だけど、あの急になんかコテコテになってる時はさすがに方言だって思ってる。うん。アリスは出会った時からあんまり方言のイメージじゃない。その地元に帰るとなるけどっていうのはすごい、あのアリスの言ってることすごい分かるのね。あの場所でね変わるのよ。なんかそれはその意識してるとかじゃなく自然と、その相手が標準語だったら標準語寄りになるし、相手が博多弁だったら博多弁になるしっていう、その勝手になんか変化していくのね。そうなの。だからアリスあんまり出てないかな。イントネーションとかは関西メンバーはね違うなって、その自分のその今までと関西だなって思う時あるけど。やけーって声も、あーやけーは関西、やけん、やけんとか、そう、やけどとかも私使うんですよね。なんとかなんやけどとか、私が一回あの配信で言ったことあるかな分かんないけど、あのおばあちゃんと連絡を取ってて、私がちょっと前ね、結構前、あの中学校ぐらいかなの時に、私すごいあの文章送る時すごいなんかすごいなんかこまごま送信してたの、その時なんとかなんだろう、なんとかなんとかみたいなこまごま送ってた時に、なんとかなんとかないやけどみたいな、やけどなんたらかんたらって、そのやけどを単体で私が送ってしまった時があって、そしたらおばあちゃんが「ゆかちゃんやけどしたの？大丈夫？」心配の LINE が来ました。そう、あ私がバラしてしまったがためにと思って、あこれはねみたいな、普通に博多弁打ったらみたいな多分感じで返してたと思うけど、可愛いよね。確かにこのなんだろう分け方は間違えちゃうかもって思って、そうひらがなでよちょっとね、やけどって、だけどって言ってもよかったものをやけどって言っちゃったがために心配されちゃった。だがしかしは私喋ってる時っていうかここでしか言わないかも、配信でしかあんま「だがしかし」言わない。でも配信はそのなんか意識をしてるとかではなく自然と出る。あんまあの日常会話で「だがしかし」を使う場面がないんだよね。そう、やけどってね、ところがどっか。確かに使ってみたい言葉だね。なかなか使えないよね、使いたくても使えないよね、ところがどっこい。確かに使
か使ってみたいかも。ショールーム弁。マサポンさん、よろしくお願いします。おいとこらせ。おいとこらせはね、おいとこして、そうそうそう、それはね、全然使いますね。おいとこらせと一緒、おいとこらせと一緒と、おいとこらせの二つがね一緒なんだけど、文章物的には長さが違うから、その用途に合わせて、これはテストに出ます。実際テストに出てるかもねっていうぐらいな。これはテストに出ます。覚えてた方がいいかもしれない。そう、めちゃめちゃそのしゃがんでるところから立つ時とか、これ時間かかるじゃん。おいとこらせだとちょっと字余りみたいな、字余り足りないぐらいだから、おいとこらせ一緒一緒って感じた。おいとこらせと一緒って言うと、ここ尺がいい感じ、いい感じの尺なのね。ちょうどいい。ちょっと物取る時とかだと、おいとこらせちょうどいい。そういう使い分けをね。例文やばい。ついに例文まで出すようになっちゃった。尺がね、そうそう。よっこいしょういち、あ、私の友達も誰か言ってた、何それって言った記憶があるや。いた。ここにもいた。そう、宿題時。でもね、これおいとこらせに関してはね、本当に私もこう、どこが最初ってか、どこから生まれた言葉なのか本当に分かんなくて、それ家族に聞いても、これどこで知ったのみたいな言われるの。でも私も本当にどこでそういうのがこう私に備わったのか本当に分かんなくて、方言でもないのね、これに関しては結構な謎。そう、どこかから聞いてとか、何かそう、何かからこうインスピがないと多分生まれてくる言葉じゃないと思うの。なのに分かんなくて、ここに関しては。何事、本当に。言ってたのかな、どっかの方言。逆にさ、その福岡にの近くのその九州の方言とかかな。え、おいとこらせ言う？本当？え、じゃあもうそのおばあちゃんから私聞いたことがあるのかも。もうじゃあそういうことかも。え、初めて出会った、どこの方？神奈川？あれ。あれ、じゃあ私もしかして神奈川で何か受けたのかな、そういう影響を。すごい、おばあちゃんと一緒なんて嬉しい。明日図書館であるかな、探すの大変そう。結果分かったら教えてね。語り継いでいこうね、語り継ぐ。皆さんのお力もお借りしてもいいですか。とか言って。たりき本願。引っかからない、本当すごっ、なんか嬉しいや。引っかかりもしない言葉を使
かえているなんて。なんかさ、たまにさ、その弥生時代のみたいな、縄文時代の何々が出てきましたとかあるじゃん、とかその江戸時代のなんかどこぞの誰かの日記がとか、たまにこう出てきてさ、すごい飾られたりするじゃん。だからさ、私そのなんか地面に何か埋めたこともあんまないんだけど、あのタイムカプセルとかさあるじゃん、あれって正直さ、なんかこうね、開けてるのかちょっと正直わかんないのじゃん、見つかってるかどうかわかんないぐらいじゃん。もしかしたらさ、その100年後とかさ、200年後とかに何かの表紙にさ、タイムカプセルさ出てきてさ、平成何年の小学生、ある小学生が埋めた手紙が出てきましたって言って博物館に飾られたりしてね。なんかさ、その時は何とも思ってないものでもさ、なんかやっぱ後にさ、歴史的な何かの変化をなんかね、するものになるかもしれないって思ったら、なんかすごいなって思うよね。そういうことばっか考えちゃう私。そう、私はタイムカプセルさしなかったのよ、小学校の時に。誰か言い出さないかなとか思ったけど、誰も言い出さなくて、クラスの子しなかった。そう、だから多分もうなんか小中学校の時とか、中学校1年生に書いた2年後の自分へみたいな手紙はあったのよ、中3になってあげようみたいなのはあったけど、言うほど言うて 2年じゃん、そう、中1から中3なんて。そう、え、ニアジェでやろう、え、したいね、したいね、本当にしてみたいわね。なんて書くんだろう、早野って実際何書いてるかよくわかんないよね、10年後の自分へとか、元気にしてますかとか書いてんだろうな、ベタなことばっかり書いていそう私って。本当にフ浅すぎるところに、あ、確かに出てきちゃうよね、なんだかんだ。お兄ちゃんはね行こうなんだけど、小学校の時にやったとか聞いて、でもなんか同窓会って言ってもさ、小学校6年生って何年後に会いましょうって言うの、10年後とかなのかな、あれって大体何年後だの、覚えてんのかな、覚えてんのかな、覚えてないな、私覚えらんないな、なかなか。え、届いたことある、すごい、すごそうなの、やっぱ届くんですごいな、ブログ4回も読んでくれたの、ありがとう、嬉しい。企画的に、確かに企画ね、いけるかもね。防水対策、カンカンだと錆びちゃうよね、雨でね。何がいいんだろうね、プラスチック、めっちゃカンカンのイメージだけどね、タイムカプセルって。もう残ってんのがすごいよね、てかさ、あんだけさガッチガチにさ固めててもさ、あの水とかさ泥とか入っちゃってるからさ、すごいって思う、それもまたすごい、分解される、あー確かに土ってすごいからね。小さい時の夢は何だったか忘れちゃいました。確かに、夢は叶えましたかとか言ってね。私ちっちゃい時はね、ケーキ屋さんってずっと言ってたよ。食べ物は入れちゃダメだね。入れるなら何だろう、何だろう、まあ、手紙とか、その時とってもお気に入りだった〇〇とかだよね。そう、ちっちゃい時はさ、
みんな将来の夢さ、大体4択ぐらいじゃない？4択はちょっと絞りすぎか。でもスポーツ選手か学校の先生かお花屋さんかケーキ屋さんか警察官とかパイロットとかもあったかも。あとお医者さんとか数えれてもないとかかな。めっちゃよく上がってたの。おこがましいかないよ。え、めちゃめちゃ嬉しいんですけど。てかずっとさ配信見ててくれてたんですか。もうかれこれ1時間半ぐらい私喋ってるけど嬉しい、ありがとうぜひ押してください。嬉しい、仲良くなりたい。じゅんさんありがとう、ずっと見ててくれてたのがめっちゃ嬉しい。消防車になりたかったのは可愛すぎる。消防車なんかさ、小学校の時とかさそういう体験あったよね。なんか消防士の方が学校に来てとか、そういうのでね、なんかこう夢って膨らむよね卒業文集、わあすごい。私はね、なんか将来芸能事になりのなんかお仕事やりたいって思ってた自分もいたけど、なかなかまだそこまで言うような人じゃなかったから書いてないんだよね。書けばよかったって思ってる書けばよかったって思いながら、その時はで修学旅行で楽しかった思い出を綴りましたまあそれもさ、修学旅行もさ写真しかさ残ってないからさ、言えば書いててよかったなって思う。そんな細かいことなんてささすがに覚えれないからさ、文字にね起こせてるのは嬉しいよね、やっぱりね卒アルだって私もなんかもう毎回なんかさ、ずっと黒いからさ日焼けでなんか恥ずかしくて見られないや自分のあんまさなんかそういう写りとかをさ本当に気にする人じゃないから、なかったから。そう、福岡だった修学旅行、小学校の時は長崎に行きましたね。そう、何日行ったんだろう、2泊3日か1泊2日かどっちかですね。長崎行きましたよメンバーの卒アル、どんな感じやろ。みんな絶対可愛いよ、私は小学校の時は髪切りたてでめちゃめちゃ髪短いのね、こんぐらい、髪めっちゃ短い、こんぐらいの長さで、中学校の時は前髪伸ばしててすごい、中学校が一番黒いのね私多分。そう、だから前髪なくて多分黒い感じ。いや卒アルをの写真を撮る時期が、小学校はその冬とかだったと思うけど、中学校は私体育祭終わりの夏だったのね。もう黒いよね、それも黒いよねと思いながら確か夏だった、夏か、まあ、秋初めその始業式2学期の時かぐらいの、もう夏なのよ、絶対に撮ったのが夏なのよ黒いよねと思う夏休み明けか夏休み前か、まあそんぐらい、もう本当にそうなの。部活は放送部、ただ私はそのなんだ日傘とかそういうのを
なんかこう私はもう極力私両手に荷物を持ちたくない人だから、こう日傘なんてこうね片手がふさがってすごくあんま嫌じゃんと思ってたの。嫌だったし、日焼け止めも塗ってなかったから、はい、そりゃそうだ。そうかな。で高校は高校で、なんか高校のさ証明書みたいなのと同じ写真使いますみたいな感じだったらしくて、そう確かね、なんか卒業アルバム用の写真をなんか撮った記憶がないの。私の記憶違いかもしれないけど、だからそのなんか証明系、証明写真系は歯出して笑っちゃダメだったのよ。そう多分受験とかでも使うから、そうなんか歯出さないけど、まあ、高校生の時だとみんな可愛くなりたいから可愛く撮りたいからこうやってこうやって頑張ってこう歯出さないギリギリのこれだった私多分。こう口角もあんま上げすぎちゃダメだからこうっていう顔をみんなしてたみんなしてた。だから私の高校の卒アルはみんな歯が出てない。大川さんありがとうございます、よろしくお願いします。え、緊張お疲れ様です。そう前髪とかもね直前までみんなこれずれてないとか言ってみんなで確認し合いながら、そうそうそう、みんなに見られながらさ写真撮るののさ笑い方わかんなくなるよね。普段さこうやってこう話してる時のさ笑いだと自然にできるけどさ、こういざこうね写真を撮りますってなると笑い方わかんなくなる。わあ寝癖もしもし、それも思い出だよ。思い出になるね。そうね、もうここの刺さる見てないかも。あんまり1回目としたぐらいかな。あの写真がさ私高校1年生の時しかなくて、あのまあ、まあ、言えば、まあ、2年3年も若干あるけど、あのその行事的行もうもうんかんじゃかんじゃん行事的なあのものが高校1年生しかしてなくて、体育祭とかがなかったから高校2、3年生そうなので2年生は全くで、3年生の時にそうコロナでなかったの。そうあの卒アル用の写真を撮りますみたいな日が決められてて、あのふねもう卒アル用の写真を撮ってあの授業してる風景をもう誰か手あげろみたいな先生も言って、じゃあ私あげますみたいなお友達が言って、みんなが挙手してるところをこうやって眺めたり、なんかそういうのあるよね。これはね毎回あるけど、そういうのの撮影が一番楽しかったかなって感じ。楽しかった。そう教科書やべやべみんな違うページバラバラのページとか、そうで大体さそのさこう生徒を撮ってるけど、なんか卒アルのさところでさあの先生の欄にあるじゃん、なんかこう先生がこうピンポイントでこうなんかこう撮られてるのとかワンショットあって、なんかそのカメラマンさんが「じゃあ次先生来ますよ」みたいな時に先生がこうやって黒板、もうよくあるやつだけど黒板こうやって刺す。あるじゃん、それをそのクラスの子がみんなでこう「うわ!」みたいな「うわ!」みたいなのをみんなが言ってて、先生が顔隠しててなんかそれをずっと笑って見てたっていうのがあったな。そういうのがなんか楽しいなって思うよね。
高校生って感じそう、普段そんなことやらないでしょみたいな、そうそうそう、そんな感じでよくみんな言ってたあるよねなんだかんだ高校3年生は1年生の時に比べると校則も緩くなるのね、なんか緩くなっていくから、そう、青春してたなーって感じ。修学旅行はね行ってないけどね、行けなかったけど。すごっ、あと2時間、違う、あと15分で2時間なんだ。え、時計ずれてない？私の家まだ大丈夫、まだちょいずれ30秒ぐらい早いっぽい許容範囲。うん、早い分にはね、こう家出る時間とかはね、こう余裕持てるからね、早い分にはいいですそう、遅れてるとちょっと困る、ね、あえて早くしてるのすごい、でも早くしてるって理解してたら私の普通に動いちゃうな、私だったら電波時計、確かにね、電波が一番正確だよね。もう時計ってなかなか壊れないからさ、そんなしょっちゅう買えないなって感じ多分ずっと使うかも、この時計壊れるまでずっとトーク聞けて嬉しい。よかった、今日の美女良い？よかったです。さっきメイクしたのよ、3時間前ぐらいかな、多分2時間ぐらい配信してるから。え、すごい、同じ文章、え、隣にいる、すごっ、え、なんか同じ文章ぐらいな、すごい仲良しフ時計はね、確かに壊れたら、まあそうね、お家の時計は壊れたら困るかも、朝びっくりするかも。実際も仲良し、すごい、それはもう仲良しだうまい、ダジレ。うちのお家もさ、あの福岡にいた時、あのもう時計一回さずれ出すとさ、結構ずれ出すじゃん。そう、なんか一時期すごいずれてた時期があって、そう5分くらい、なんか初めの方は「あのおお!」みたいな、ずるずるみたいになるけど、だんだんそれに慣れて、あの5分押しの時計で一時期あの慣れてた時期がある時計変えるのはなかなかちょっとねあれだからね、一時もそのなんか感覚がありつつだから、ね、何の話してんだろう、ちょっとよくわかんない話しちゃった。そう誰かが直すと思ったら誰も直さないっていうのがね、そうなんかさ、なんだろう、お風呂掃除とかだったらさ、そう今日誰が行くとか言って担当あるけどさ、時計ずれた時に誰が行くっていう担当ないからね電波時計すごいなって思う、性格、本当に性格だなって思うどっからの電波、まあ、あるんだろうね、私の知らないどこかで電波があるんだろうな「バイト高くつくけどいい？」なんで高くしてんだって感じだよね
から中だよね。お疲れ様です。ひおによろしくお願いします。そうバイトって言ったから、ボランティアって言ったら本当にいいのってなったかもだけど、バイトって言ったから冗談です。あ、そっかそっか、私が払うのかバイトって言ったら。あー、そっかそっかあれれれ逆だよね、確かに。あー、そうだよね、私が、そっか本当にそうそうじゃん、高くつくけどいいとかめっちゃ嬉しいやん。もちろんって感じだよね。失礼いたしました。みんなで押しかけたら家なくなっちゃうよ。5分になったら、25分になったら大丈夫に押しますね。ひどいやん今のなし。この発言もどうかと思うよね今のなしでと言ってキレ抜きはそうねナイス。何の話だっけ、フルーツの梨の話私もなんか2時間も配信してたら自分がよく分かんなくなってきちゃったもう手つけられない自分の発言に。どうしよう、どうする、どうしたらいい。今日はねあれだよ、あのすごいいつのって感じだと思うんですけど、皆さんからしたらあのすごい前の、 あのショールームのなんかイベントで皆さんからいただいたあのフルーツのなんかこうなんかあったんですよ、ちょっと前なんですけど、そのフルーツいただきましたそう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 、盛り合わせ的な、そういつのって感じだよね。そう秋ぐらい、よく覚えてるね。そう秋ぐらいのなんだろう、タイミングを見計らってこのタイミングでこうあれしようかなっていうのを決めて、そうマンゴー食べた、美味しかった。私マンゴー人生で初めてこの自分でさ、ね、一から切ってさ食べたよ、美味しかった、本当に幸せすぎましたよ、ありがとうございます。あ、虹ありがとう、とめぞうさんそうこうかかってね、お花みたいにね切る、めっちゃ美味しかった。であのもうフルーツ自体はちょっと前に届いてたけど、あのせっかく食べるならと思ってライブクロスライブ終わった後に食べようと思ってちょっと温めてたから、あ正確には冷やしてたけど温めてたから、あその分美味しさもマシマシだったよ、さらに美味しかった、美味しいものがさらに美味しいって感じで、ありがとうございます。皆さんのおかげで、皆さんのことを考えながら食べましたよ、もちろん、もうこれはもう確実に。そう熱い、もう当たり前じゃん、それはもう。わあブラボーありがとうジェフさん、ブラボー
ありがとう、皆さんのおかげなのでね。久しぶりかも。確かに。あ、26分です。誕生日もしようかな、そろそろ。13位の方から、13位ガクヤさん、ありがとうございます。12位クリさん、ありがとうございます。11位いのちさん、ありがとうございます。10位スカイさん、ありがとうございます。9位しのちさん、ありがとうございます。8位もっぴんさん、ありがとうございます。7位しんさん、ありがとうございます。6位レグルスさん、ありがとうございます。5位さつききゅうさん、ありがとうございます。4位げんさん、ありがとうございます。あ、変わった。4位よみんさん、ありがとうございます。3位しげちさん、ありがとうございます。2位はるあきさん、ありがとうございます。そして1位ジェフさん、ありがとうございます。ありがとう、皆さん2時間もね、長くね配信したけど見てくださってありがとうございました。お誕生日もね、こちらこそありがとう、おめでとうございました。ありがとうございました。すごいね。そうだそうだ、そういえば今日金曜日だったね。金曜日を皆さん一緒に過ごしてくださってありがとうございます。あっという間に11時半、一日がもう終わっちゃうね。早っ、めっちゃ早い。早く寝ますね、私も。もう今日ゆっくり寝ちゃったから、その分ゆっくり起きてそうだから気をつけないと。自分に聞かせて早く寝たいと思います。また来ます、嬉しい、待ってます。では今日も見てくださってありがとうございました。またね、よい土曜日になりますように。またね。ありがとうございました。グダグダ最後やば。ありがとう、バイバーイ、おやすみ。